初めてそれをいいって言ってくれたのがスマブラの桜井さん。開発に遊びに来て、これカメラの演出って誰かやったの、はいはいはい俺みたいな、これいいですよねって、えそうっすかって言って、セブンを始める頃にいろいろやっぱ見たんですよ、ネットの評判も見て、で海外のサイトで見てびっくりしたのが、バイオハザードは復活することができるかってアンケートを取ってるサイトがあったんですよ。逆に言うとそんなことを言われる状況なんだっていうところからスタートだったんで、逆に中西と二人で腹くくった感ありますよね。あ、じゃあもういいじゃんと、もうこれでダメなら俺はクビじゃんっていう、カプコンのすごいところってやっぱダメなものダメっていう、ダメでアップマーケでも直すじゃん、直します。これがあるうちは、お客さんにとってちょっと安心できるよね。本当大事なのよこれ。そうそう、ね、だからクソゲーは出ねえぞっていう、仕組みなの、システムだよシステム今だから言えるビレッジも、あれ実は、じゃあ次の話題、個人的に好きなバイオハザードタイトル。でも、メガさん好きなタイトル、それはやっぱりあれでしょ、自分が作ったやつ1と4かなっていう。でも1と4って、まあ1はもちろん一番最初なんですけど、4個人的にやっぱバイオ4のあのカメラの画角、あの普通のTPS と、今で言う TPS とも違う、あのビハインドっていうか、こう本当に、あの画角よくチョイスしたなって未だに見て思うんですけどね。違和感がゼロ。ああ。逆に。だから、新しいことしてやろうと思ってなったんじゃない。だから、結果的にみんながそう言ってるだけであって、感覚的にこれぐらいのカメラがいいかなっていう。っていうとこで、別になんかこれ新しいなとか全く思わなくて、初めてそれをいいって言ってくれたのがスマブラの桜井さん。開発に遊びに来て、これカメラの演出って誰かやったの、はいはいはい俺みたいな、これいいですよねって、えそうっすかって言って、ロストプラネットやってる時に E3 に、初めて出展した時にちょうどギアーズのチームが来てて、ロスプラのカメラ見て、なんか向こうのチームに取り囲まれて、バイオ4のあのカメラはそれは発明だったのに、なんであのカメラにしないんだって散々言われて、いやいやゲーム違うじゃんって話で、そうね、でも俺らちょっとあのカメラを参考にしてギアーズ作ったんだよ、見てよみたいなんで引きずり回された思い出はありますけどね。意外にそこ褒められても全くピンとこないんだよね、俺やったぜってのがまずないから、これこれでいいんじゃんって言って、格闘技行ったらこう溝落ちのうまくポンと入った時にそんな手応えないんで、相手がウィーって痛がってるから、あれ聞いたんやみたいな、聞いたんや聞いたんやみたいな。結構やっぱ自分が全くね関わらなかったバイオハザードが4だったんで、ゲーム全体やっぱ新鮮やったんですよね。すごい遊んでて、でガラッと変わってるし面白かったし、ただあのサラザールロボが出てきた時だけはたまげましたけどね、あれも最初入ってなくってアニメーターが真面目すぎてつまんないって言って始めて、なんかむちゃくちゃしたいって言ってよ、なもうロボ出したろ本当にノリひどいよねそれいたずら小僧の顔で言ってる感じじゃないですか今。いや本当そうよだから真ん中中盤超えたあたりでなんかつまんないねっていう、ここでカンフル剤なんか欲しいっていう時に、そのアニメーターの子がね、なんか ロボいいみたいな、もうじゃあもうロボ出すかみたいななんかシナリオも短い期間で作られたみたいな、あれがね地獄だったよベロイン館シナリオ書かれて、まあ、バイオ2もやられてるんですけど、その杉村先生亡くなった、はいはい、先生って言って、僕ずっと先生って、先生あのバイオ4のシナリオを頼みたいんです、ね、企画の内容説明してこうですって、分かったよって言って、でどれぐらいでやればいいんだよって言ったら1ヶ月ですちょっと待ってよちょっと待ってよ思い出すわ、ちょっと待ってよっていう、え普通プロットでしょっていう、いやプロットじゃないんですよ、あの第一稿が全部、まああと修正が入ってもいいですけど第一稿は1ヶ月でっていういや無理だよそれっていう、いやもう先生しかこういう無茶をお願いできる人いないんですよ、
こんな普通の人だったらしばかれるから、先生もいつもこういうって言ったんだけど、ちょっと、ちょっと考えすぎて、やっぱり無理だよ、三上くん。じゃあいいです。あとこっちでやりますんで。出て先生を東京に返して、俺がやることに。で、2週間ぐらいで全部書き上げたんだけど、その、まあ、定時以降家帰って、まあ、8時9時ぐらいから書き始めて朝5時6時まで書いて、うん、昼出社にしてもらって、うん、2週間ぐらいで書き上げたのがあれで、あれねちょっと特殊でもう時間がなかったし、うん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 、シナリオもあって敵とかのデザインできなかったのよ、うん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 、だから実はほとんどの敵のデザイン画を最初に上げてたんだよ。うん、それに当てて書いたんですか。当てて書いた。うわすごいなそれ。そうなんだよ。だからもう最ある程度の敵ってデザインが大体8割ぐらい決まってて、うん、そこに当てて書くっていう。で時間がなくってうわっていうぐらい追い詰められた割にすごい良い仕事ができて、うん、で1にも2にもやっぱりあのチームのおかげなんだよね、うん、もうこれ以上ないっていうぐらいドリームチームだったんで、そんなこんなでディレクションがガタガタだった割には本当によくまとめてくれたなって、次誰にも気づいてもらえなかったこだわりのポイントは何ですか。ポイントこれ僕のこだわりじゃないんですけど、僕めっちゃ思えてるのが、うん、あの神谷がバイオ2作ってる時に、うんうん、レオンのベルトは焦げ茶か黒か覚えてます。覚えてるわ。焦げ茶か黒かで大喧嘩して、うん、ちょっと竹さん見てください、うん、こっちが黒でこっちが焦げ茶なんですって言った時に、うん、あの当時ってテクスチャーもあれベルト2ドットぐらいしかないんですよ、うん、2ドットの本当に数ドットが茶色いか黒いかぐらいの差しかなくて、うん、これどっちでもええんちゃうんって言ったらめちゃめちゃキレられて、そんなこと言う人だとは思わなかったって言われて神谷も若かったね。若かった。初ディレクションだったっけ。初ディレクションですあれね、だから、うん、あれもなんかサイドなって言って、ね、俺は見てて、そこのこだわりはどうでもよかったかもしれないけど、うん、そういう人たちってやっぱり自分なりのこだわり持ってて、うん、それがやっぱり作品のクオリティを、うん、一つのベクトリーにまとめるところに、やっぱりこう少なからず貢献してるんで、そうなんですよ。僕はでも今までずっとこだわりは最小限っていう。うん。うん、ただ、うん、そろそろ、ちょっと濃いめに出そうかなっていうのは。いや出してくださいよ。うん。だから濃いめに出すと、だってゴッタンのに近づくからね。割と好き勝手やらせてもらったタイトルで。ゴッタンのね。ゴッタンのね。うん。バイオ4の後にやらかしたやつよね。どうして流行ったバイオハザード大ヒットの自己流分析。ゲームでこんな怖い思いをしたのは初めてっていう。当時はやっぱり新しかったしなかったっていうのが、うんうん、で、心霊本に走りがちな時に、うん、あの、ホラーなのに敵倒せるゲームとしてっていうこと自体がちょっとあんまりなかったんで、それも含めてちょっとまあまあ新しい感が当時あった。で、映画ライクの演出ちょうどプレイステーションでかかって大人のお客さんが結構二十歳前後の人がゲームを買うっていうところの層と一致したっていうのがマッチしましたね。うん。やっぱ個人的にはあれじゃないですかね、うん、あの銃って薬莢が飛んだとこじゃないですかね。ああそれもねバイオってある側面から言ったらそうなんですよ。銃の魅力なんだよね、うん、あそこまでちゃんと銃を真正面から捉えたゲームってなかったんで、うん、それまで本当に、うん、うんうん、まあ、やっぱり銃の魅力って相当バイオの中でも、まあ、ゾンビと銃ってある側面で、ゾンビ好きと銃好き集まれみたいな、うんうんうん、それもあるなーって。確かに本来のマーケティングって、うん、2つあって、新しいものをヒットさせるためのマーケティングと、うん、それからシリーズに近い、ノリのものを順当に成功させるためのマーケティングってあって、で僕から見るとそのほとんどのマーケティングをやられてる方っていうのは、うん、過去のデータの蓄積から多分ヒットなりの法則を、うん、
データ取ってロジカルに導き出してっていう、うん、ジェリー・ブラッカイマーっていう人が海賊映画って一度もって当たったことないっていうのに作ったじゃんっていう、うん、でなんで作ったかってで過去のデータ化したら絶対失敗するからやめとけよって話になるのに、うん、なぜかっていうとそれは匂いでしかなくって、うん、匂いで嗅ぎ分けた時にあこれ売れる匂いがするよねってで後から大体解析をされる話になるんだけど今の世の中ってそのあれをしなさいこれをしなさいこれをしないしちゃいけないっていうことが多すぎてもっと人間って欲深くて自由奔放に行きたいとこがあってそれを今の社会が押さえつけてる感がすごく強くってそういう時に一つはあの海賊の時代あの古い時代のあの海賊に憧れる人たちって結構需要があるんじゃないのっていうそこに向けてポンと出すのがやっぱセンスいいなっていうのは非常に思ってた。でも正直ねやっぱね25年続くと思いませんでしたよ。うん僕も思ってなくて、うん、あれ昔よりもだん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 年を重ねていけ本当のバイオファンってちゃんといるじゃんっていう実感にはね、うんうんここ何年かで変わってきた気がする。あそれはありがたい話ですね、うん、だから一番こうやっぱり最近言ったら僕はセブンすごい良かったなと。お、ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったなと。フォー以来、これいいなと思ったのがセブンだった、ね、マジっすか。スタッフでバイオすごいずっとやってる人に話をしたことがあってセブンもすごい良かったですよって、うん、エイトもすごい良くてじゃあ7と8どっち好きなんて言ったら8って言う。ええー、嬉しいな。なんでなんでって言った時に、うん、セブンはすごくホラーとしては良かったかもしれません。ただバイオハザードとしては、うん、これまでの流れを継承するとこは薄かったあまりに、うん、なんでそういう意味で僕はファンとして8が好きですっていう。まあこうつきがたい中で8を選んでる人がいるっていうのは、うん、単純に好きな人がキャラクターが出ている世界観一緒だったとか、うん、なんかこう、うん、本当の意味でシリーズとして、より多くのファンっていうのを、うん、定着させてきてるのかなって。ここ最近ですよ 4,5 年ぐらいじゃない？多分セブン以降。いやいや俺がやったわけじゃないから。いやいやでもね三上さんにそう言われるととりあえず泣いていいかなって気にはなりますね。うん、だからホラーを軸にしたっていうのがやっぱね良かったのと、それからまあ作るディレクター毎回そうなんだけどディレクターに応じてやっぱそこの一番いいとこ生かしながらっていう、うん、本当にね誰かが作ってきたブランドじゃなくてその時よりよりのスタッフたちが本当に真面目にしっかりとバトンを受け取って作ってきてるタイトルだと思うんで、うん、本当にスタッフありきのタイトルなんですよねバイオハザードって。そうね。だから、うん一生懸命何とかしようっていう、うん、クリエイターの思いと、うん、それから乗りかかった船みたいなとこもあったと思う、うん、お客さんがやっぱり見放さずに一生懸命っていう、うん、やっぱり次は来たい次は来たいっていうとこで繋いでくれたっていうところが伊達にこう25年ねお互いこうね、うん、頑張ったわけじゃないなっていうのは。そうですね。いい話じゃないこれ。いい話です。ちょっといい話じゃない。めちゃめちゃいい話ですよ。めちゃめちゃいい話。なんか三上さんに締めてもらった感じですよね。うん、俺こんな話しないからね。しないですね。うん、でもねセブンを始める頃にいろいろやっぱ見たんですよ。ネットの評判も見て、うん、で海外のサイトで見てびっくりしたのがバイオハザードは復活することができるかってアンケートを取ってるサイトがあったんですよ。逆に言うとそんなことを言われる状況なんだ。っていうところからスタートだったんで、ねうん、逆に中西と二人で腹くくった感ありますよね。あじゃあもういいじゃんと、もうこれでダメなら俺ら首じゃんっていう、うん、だからまあ結構うん、よそからの人が来ると責任もそれも軽くなるんで、うん、やりやすいよね。やりやすかったです。だからずっとその同じ部署でやってて、うん、責任者って流れを組んじゃうと、うん、変革がすごくしんどい、うん、
それができるうちは健全で、うん、できなくなってきたら、うん、ああ、ダメなものをダメでって見過ごすっていうのは、お客さんにとってそれはね、いいことないんで。あ、向いてないんですよね。そういう判断しだすと、お客さん側向かずに、スタッフとかそっち向いて仕事しちゃってるってことになっちゃうんで。だから、カッコンのすごいところって、やっぱ、その、ダメなもの、ダメっていう。ダメで、ね、アップマーケでも直すじゃん。直します。これがあるうちは、お客さんにとってちょっと安心できるよね。本当大事なのよこれ。そうそうね。だからクソゲーは出ねえぞっていう、仕組みなの。システムだよ、システム。今だから言えるビレッジも、あれ実は2ヶ月前にシナリオの根幹変えましたからね。マスターアップ2ヶ月前に、うん、それができるっていうことがやっぱり、その安定したクオリティのためにすごく必要。かっこ悪くてもいいから、うん、必ず良くして出すっていうのは、うん、もう痩せ我慢してましたもん、チームも。こここうやって変えた方がいいんだけどっていう話になって、そうそうそう、こうやるって、こっちの方が面白いと思うんだけどって言った瞬間に、やっぱみんなしんどいから、うん、嫌なんだけど、うん、面白いと思っちゃったから、いや2ヶ月でなんとかしますって言いましたからね、うん、変えずが一番きついからね、うん、でも、うん、それの積み重ねを何十年かやることによって、うん、ある程度開発がそういうやり方を、うん、世間一般的なけしからん的な、うんうんうん、スケジュール景気で伸ばすみたいな、ところでクオリティを安定させるっていうことに対しての、うん、社内信用っていうのが結構できてきてると思うよ。だって僕らだって間に合わしたいわけじゃないですか。別に間に合わさないでいてやると思ってないですもんね。それは俺は言うへん。ざったここを言っとかなかんですよ。俺かっこいいじゃない、そんなにたくさん守ってないから、はい、あんまりその、何人でかすとんで昔のみたいな。いいもう今日一番で言うな。今日、裏切ったよ。裏切ったよ。なもう。俺は言われへんな、それ。はい、休憩休憩もう休憩はい、ありがとうございます。これ、そう、終わったままですか？どれぐらい打てますか？あ、いいものついてる。あ、じゃあそれでバッチリ合わせてもらえ、なるほど。いいですか？